チでしたら取れると思いますけど。ほんなら自分やってみーや。え？もうそれで最後やからな。終わった。完全に避けろよ。アームの可動範囲を直方体と考えれば、普通に凍った方が安上がりやったわ。黙っててください。これはもうそういう問題ではないんです。じゃあどういう問題やねん。今までのは全てテストです。なんやと？大丈夫。ターゲットの座標と重心算出に間違いがなければ、理論上は絶対に絶対に。あかねさん聞いてます？お願いします。これが人類の栄光。